本人歴代単年度成績で打線組んだ WWW1 中、福本豊1972右、一郎2004-3指、大谷翔平2023-4 1、大貞治1973-3 落合博満1985-6左、松井秀喜2002-7野村克也1963-8盗塁106点。一郎は NPB 時代の方がよくね。運単年言うとるから小鶴はイベントな。福本もレジェンドやけどさすがに全盛期柳だやろ。106盗塁はクイックがなかった当時の中でも飛び抜けすぎだわ。前に福本一郎いたら大谷の打点が140くらいになりそう。困難逆に応援戦は7番まで50ホーマーは笑った。そのうち鈴木誠也入ってきそうやな。一郎を無理やりセンターにせんとあかんけど。もはやこういうのを作るなら。2000年を境に分けないと枠が足りないと感じる。ここに入ってくる山田やばいな。ここに現代の選手がどんだけ入ってこれるかやね。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。